うわー、え、嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。おっしゃおっしゃおっしゃ、始まりましたね。おっしゃ、やっていこうぜ。はい、オッケー、いこう。さあ、やろう。よっしゃ、これ。さあ、今日も元気に喋っていこうと思うぞ。さあ、行くぜ。はい、本当にこのペースでいくの？1948年12月1日にソマートンビーチという海岸で一人の男性が横たわっていました。この男性が遺体なんだけど、なんで亡くなったのか全く分かっていない。この12月1日の前日に、あるカップルが海岸で男性が横たわりながら、こう右手を上に上げてこう下に下げる、よく分かんない動作をしている男性を目撃していると。多分何かを飲んでいたんじゃないかなと。もうなんかね、ビールかなんか海岸で、はいはいはい、だけれども、うん、どうやらそれはなくなっていたんですね。そこで警察はこれによって、この男性は毒かなんかを飲んで亡くなったんではないかと推測しております。自らで、まあこの遺体となって発見されたこの男性は、その地名から、うん、ソマートンマンと通称呼ばれております。なんつった？ソマートンマン。まあその画像があるんで、とりあえず見てもらおうかな。あ、なんだ、はい、はい、こちらです。本当にね、もう建物とかもあって、めっちゃ意外と近いっていう、このバツ印にそのソマートンマンがいた場所ということで、意外と、そうそうそう、意外と近いんよね。ソマートンマンの特徴として何歳は？年齢は40歳ぐらい。風貌がイギリス人より。検視の結果、肝臓の小葉の中央が破壊、急性胃炎による出血、体の至る箇所に血だまりが見られたという。目撃者の証言にあった手を上に掲げて下ろす動作は、毒物の大量摂取により死亡する前の最後の痙攣であったかもしれないと指摘している。警察は手がかりをつかむために彼の所持品を調べたんですね。その所持品っていうのが、列車の未使用チケット、ガム、マッチ、串、タバコ、そして謎の紙が入っていたんですね。謎の紙で、まあその謎の紙っていうのは、このソマートンマンがジャケットがなんか着てて、そこの隠しポケットがあって、そのジャケットをよく調べると、その隠しポケットに入っていたのがこの謎の紙で、その謎の紙の画像がありますので、おお、はい、こちらをどうぞ。この紙が謎の紙。なるほどね。タマンシュット。これがタマンシュット。そう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 、アルファベットで書いてるけど、これはペルシア語なんだね。で、まあこの紙なんだけど、11世紀から12世紀にペルシアの学者であるウマル・ハイヤームという詩人がいまして、この詩人が書いたその詩集ルバイヤートの一部であると。で、まあ警察はこの情報を世界に公開して、元のやつを探そうとしたの、この元のルバイヤート。あー、そしたらある男性が名乗りを上げてきました。なんか買い物に行ってて、車に鍵をせずに出かけたんだって。で、車に戻ってきたら、勝手に後部座席にこのルバイヤートが置かれていたって言うんですよ。へぇ、なんでだ。いや、あるね。そう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 、未解決事件のあるある。そう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 。で、警察さん、ちょっとこれなんじゃないのっつって届け出たと、うん、で、それを照らし合わせた瞬間、速攻でこれが一致したわけですよ。はぁ、その証拠を表すものとして、ちょっとこの画像、これがそのルバイヤート。あー、ちゃんと切り取られてるね。そう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 、ちゃんとこの破り取られて、で、ここに、まあ、これ完全一致するんですよね。そう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 、紙の繊維とかも細かいこと調べていったら、ちゃんと完全に一致した。ここからさらに、この都市伝説の謎を紐解く重要なキーワードを話していこうと思います、はい、謎の電話番号とある女性の存在が鍵になってくるわけです。女性。このルバイアートの裏表紙に謎の電話番号が書かれてたんですよ。その電話番号を、まあ、警察かけました。そしたら、この事件が起きたソマートンビーチの数百メートル離れたところに住むジェスティンというね、看護婦の元にかかったんですね。絶対もうおかしいじゃん、近すぎるよね。そうそう、もう距離的に近いし、その全く違うところで刺繍が見つけられて、それで電話番号一致したって、絶対おかしいから、もう何か絶対にこのジェスティンという看護婦は知っているはずだっつって、もういろいろと質問したんだよね。でもジェスティンは全くそんなこと何も知らないわみたいな感じで、何も答えてくれなかったと。で、そこで警察はソマートンマンの遺体の石膏でできた像、まあだから遺体そっくりの像みたいなやつをジェスティンに見せました。
はい、まあそれがこの画像なんだけど、これはソマートンマンの遺体ね、そっくりのやつ。あ、これもままなんだ。そうそうそう、これが胸像でございます。あ、すごい。これをジェスティンに見せつけた瞬間に気を失いそうなぐらいにめちゃめちゃ動揺してたんです。なんでだ、もう知ってるじゃん、じゃあこの人。パッて見て、うわーってなって、もう二度とこれを見ようとしなかった。いや、もう知りません、知りませんみたいな。いや、そんなもん分かりません、分かりませんみたいな。めっちゃ怪しい。カマラの嘘か。すげえ、無理がある。これぐらい分かりやすいよ。で、まあこれらの行動からある説が浮上しました。ジェスティンスパイ説。未解決事件を追っている元刑事のゲリーという人がいまして、この人は2002年にジェスティンにインタビューを行っていて、その刑事はこう言っていた。ジェスティンはソマートンマンが誰なのか知っていると。で、さらにオーストラリアの60ミニッツっていうテレビ番組でジェスティンの家族のインタビューに成功したんよ。はい、テレビで。本当？そうそう、これは本当にある番組だし、これ本当にあった出来事です。本当に成功した。本当に成功した。で、いや、そのか、疑ったかった重要だったらしい、正義だ。ジェスティンの娘にあたるケイトの、ケイトという人物に話を伺ったところ、母はソマートンマンが誰なのか知ってるわって、もうこのメディアで、あ、もう言っちゃったわけですね。言っちゃったわけ。さらに警察より上層部の人間はこのことなんて誰でも知ってるけどねって、もうテレビで言っちゃったの。上層部は知ってる。闇深くなってきた、ね、すごいなこれ。さらにジェスティンっていうのはロシア語を話すこともできて、うん、ロシアから派遣されたスパイなのではないかと言われております。ロシアのスパイは、まあね、関係ないですけどね。なんでロシア語喋れるのみたいな。オースティンマンだっけ、ソマートンマン。ソマートンマン。オースティンマン。ソマートンマンを殺害する理由が分かんないじゃないですか。あー、まあ確かに。ロシアのスパイのとこで。まあ、あくまでも推測に過ぎないんだけど、はい、そのジェスティンとソマートンマンが2人ともロシアのスパイだったっていう説もあって。あ、ソマートンマンもスパイだった。そう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 。で、ソマートンマン亡くなってヤバい顔してたのか。仲間っていう説もあるし、はたまた。スパイだったら話合致する。うん。あ、だから国にバレて、国が殺しちゃって。そうそうそう、なんかやらかしたかもしれない、ソマートンマン。そうじゃん。後々警察はさらに調べようってなってジェスティンを訪ねようとしたんだけど、それが叶うことはありませんでした。なぜかっていうと、ジェスティンはもう亡くなっていたから。うわ、なんで。そう、これは分からない。まあ病気ってされてるけど、まあ真相は分からん。この事件本当に謎が多すぎて全然分からなかったから、ジェスティンっていう女の人唯一が手がかりだったんだけど、結局亡くなったから、もう未解決事件となってしまったんですよね。で、まあこのタマムシュット事件の手がかりっていうのはそんな感じで、手がかりがつかめてないから結局あんまりよくわからなかったと。で、まあそれから長期にわたる調査によって、さっきもちょろっと言ったんだけど、ソマートンマンがスパイの確率がめちゃめちゃ上がってきた。なぜかっていうと、まあ全然調べても手がかりがなかったと。このことは裏返すと、それだけ情報を自分で消してたってことじゃん。なるべくこう自分の爪痕とか痕跡とかを残さないようにしてた。はい、それぐらい個人情報が全くなかったんですよ。爪痕やばい。爪痕じゃねえ。爪痕やばい。ここまで徹底的にないイコールスパイの可能性が非常に高いと。はいはい。で、まあ今回の都市伝説をじゃあ振り返りますと、海岸で発見された正体不明の遺体、ソマートンマンの身元、ジェスティンとの関係性、さらにジェスティンはなぜ警察に嘘をついたのか、謎は山積みなんだけど、去年の2019年に捜査が再開されました。まあだからこれからその真実が判明する日っていうのはそう遠くないのかなと。ではまあ最後になるんですけれども、このタマムシュットというペルシア語なんだけど、これを日本語訳するとどういう意味か、これ気になってたの、どういう意味なんですか、わかりますか皆さん。このタマムシュットを日本語訳すると用済みなんですよね。うわー、まあこれらのことから、ロシアから派遣されたスパイっていう説が高い、イコールロシアからもう用済みとなったこの男がこの遺体の正体なのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。なるほど。というちょっといろいろ変わってくる考え、ね、意図的じゃないですか。まあそうだね。まあスパイだとしたらなおさらね、なんか紐づいてくるという、そう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 。電話番号書いたってことはもう意図的だよね、それは。全然わかんないよね。ウェスティンね。ウェスティンじゃない、もう何でしたっけ。まあ今捜査されてるらしいんで、真実がわかる日を待ちましょう。どうなってる、いろんな用済みがあるからね。ロシア軍からお前もういらんと言われて用済みなのか、はいはいはい、それとももう自分のやること終わったのにもう帰れない状況になっててするから用済みなのか。あでもしくはオーストラリアの政府系にバレて用済みを置かれただけなのかっていう。
あジャスティンが用済みだったのかなって思う。裏に電話番号とかさ、わざわざ名前書いてあるじゃん。でなんか依頼されたんだけど、なんかあってソマートマンが逆にやられてるみたいな。ジャスティンが用済みってこと？そう、こいつを、こいつを消せみたいな。間違ってやられたと。うん、なんかいいなと思ったら。ふわふわしてんな。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイ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 。